ようやく発売開始です。マフラー交換なんですけど、このガスケット、基本的にハーレーのマフラー交換するときってガスケット結構そのまま使い回すんですよ、うん、なぜかっていうと潰れたガスケットの方が組みやすいっていう、分厚いガスケット入れちゃうとつかないってことが多くて、はい、で割と繰り返しはこういう、なんていうんですかね、見てもらうと分かるんだけど、その金属を押しつぶして成形したようなものが使われてて、だからまあ割と繰り返しは使えるものなんだけど、はい、一応まあ変えたい人もおるじゃん。そうです。で、うん、僕もこれいろいろなんか種類があって使えるのが使えるのがあるんで、ようやくたどり着いたのはこれ。ちょっとね、テーパーになってんの、これテーパータイプでね、わかる？そう、あ、ゆるく、そうそう、ゆるくね、このテーパーになって、ここにこう座りよくさ、こうプシュッとこうついてプシッてなってっていうのを、まあ俺は最近よくこれは使ってる。排気漏れもすごいしにくいしね、はい、なのと、あとはこの 薄いやつ、昔からある、うん、これも車両によってスタッドボルトの長さとかが、はい、その短いこと、俺じゃんね、たまに。あ、そう、はい、それはこれつかないから、はい、こいつの方が座りがいいもんで、でこの2タイプも一応変えるように、まあこれもついては来ないよ、変えるようにしといたもんでっていうのと、まあ、あとは、まあ、どうせマフラー変えるんだったらここのボルト、あのエキゾーストのボルトね、新品で、ここはもう新品に毎回変えるぐらいの方がスタッドボルトに優しいよねっていう、焼きついちゃうもんね。はい、そうそうそう、まあ、あとサビで固着したりも、そう、サビで固着とかね、そうそうそう、でカッパーグリス塗ってねっていうのを、ね、一応ね、もうなんか準備しておきました。はい、これもついでに買ってください、マフラー買った時に。でですね、今からこのマフラーを車両につけていきたいと思います。はい、かっこいいでしょ、これ。エキゾーストガスケットが結構くしゃくしゃだったもんで、うちのガスケットに今入れ替えました。で、フランジをつけていくんですけど、これ純正フランジ00以降の感じだね、これは。で、ディテーラーリングっていうのがあって、まあ、こいつが入ってこいつで止まるみたいな、まあ、今からやるけど、はい、でこれサビってさ、これ変形してるの分かる？結構、あ、歪んでる。そう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 、だからこれも新品、あのウェブで買えるようにしてますんで、規定なこのリングね、はい、フランジを入れてるんですけど、このフランジがあんまりこう下がっちゃうとこうカチャカチャ傷がつくのが嫌なので、フランジがこう止まってくれんかやと思って、これ、うん、あ、ストッパー的に、そう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 、で新しいディテーラーリングね、ディテーラーリングはこれね、ストレートでこういう道具があるもんで、工具屋さんね、はい、これでこうやって開いてもらって、こう、まあ、こんな感じで、でカシャッと収まりますね。あ、フランジの溝に、フランジの溝にはまって、そう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 、こんな感じ。はい、これでセット、フロントは終わりね。でリアもね、同じようにセットしていきます。でですね、マフラーにつきました。はい、次はですね、ブラケット、まあ、こちらの車両にステーをつけるんですけど、はい、というか、じゃあステーをつけるね。
ステーを、はい、そのなんていうんだろう、ガチ締めしないでほしい。ここぐらい遊ぶぐらい、ちょっと忘れすぎるから、このなんていうんだろう、車体側の精度とエンジン窓の位置関係、エンジンと車体の位置関係とさ、ステーの精度と、はい、こうみんながバランスいいとこで締めてあげるっていう、そういうことをしないとダメで、はい、さっきのスタートにつけるのに、これかじり止めのこういうやつがあるもんで、カッパーペースト、うん、モタロで、あ、モタロ、モタロで買えるんで。ちょっと塗っとくのをかじらない。よし、ではフロントからつけていきましょう。早速、はい、でこの時に理想なところは優しいよね。あ、これ傷防止で、そう、傷防止で養生テープっていうのがホームセンターとかに売ってるから、はい、そうそうそう、いらんかった。いけるかな。で、ここに、ここのボルト、こんな感じで出てるんですけど、ここは M8 です。M8。見える？ここね。前側をする。そうそう。このボルトは M8 なもんで。8ミリで、頭が13ミリかな、うん、ここは2分の1マイカーはね、はい、ギアが一番怖くて、はい、このその辺がね、めっちゃ怖いわ。あとこのこういう感じとかやりづらいから慣れてくると養生しないんだけど。結構コードとかも大使ったりするんですか。首振りがあった方がやりやすいよね、うん、ここはこうやってユニバーサル、そうそう、ユニバーサルのやつ、はい、もうおすすめはこの後腱のエクステンション。ここはくびれが細くて首振りで、はい、ここが四角になってるもんで、はい、もうロックがあんのよ。あ、どっちでもいけるよ、うん、で俺はここ入りやすいように、あの2分の1のディープを旋盤に削って、はい、あのエキゾーストボルト外す専用のね、はい、専用くんにしてる。これでも元はスナップオンだね。あ、そうなんですか。こいつがなんかこうなんやりにくいやつとか言ってくれるのよ。いけお前って言って。専用工具になった。そうそうそう。いいのガスケットだけど、いい感じに少ない。でこのガスケットで設計したもんね、そもそも。あ、そうですね。ちょっとその薄いやつで。薄いってかテープのやつやろ。はい。ネジだけ舐めないように、はい、この穴とこれを全体緩まして遊ばせながらいい位置を見つけて、見つけてだね。だけどこれネジ穴だけ生かさんようにして、まあでもつくな、ちょっときついな。うん、こっちを止めてからこっち締めた方がいいね。あれ、あ、ステーの方から締めて、あ、締めてっていうか、その全開締めはダメだけど、はい、
スルスルって入っていったのを確認して、はい、山がかかったことで、それからマイカーを締める方がいいかな、まあ、結構タイトだね。ラインで、そう、正の位置は、はい、でそれを基準点にフレームにも平行だもんね、こいつがね。そうですね、フロントとアンダーラインが大体アンダーラインがね、はい、基本的に平行線で見てる。それを基準に合わせてもらえると、結局ガスケットもどうにでもついちゃうし、座りが悪いもんでね、その辺はいい位置を出しながらっていう、このハーレー独特のマフラーの付け方っていう。そう、あ、もう締めとくからね。カットカット。純正でもいけるんだよね、背の高いやつでもね。あ、はい、ここがクリアランスが保ててるもんで、このね、割と逃げてるもんで、車高が高い車両にもつくよね。はい、つきます。340ぐらいのサスだったらギリ、うん、ね、はい、つきました。あとはインナーサイレンサーを入れましょうか。うん、それを入れるんだね。はい、これを入れていきます。通常版のバッフルね。こうやって、まあボルトを入れます。はい、スプリングワッシャーとナットですね。はい、マフラーに火が入る前に指紋が焼き付かないようにパーツクリーナーで一回脱脂しております。このタイプのインナーサイレンサーバージョンです。